ようということで、たくさんね、知り合いの方も来ていただいた中で、急にちょっとお願いをしまして、はい、まあまあ、やつならできるだろうみたいな、はい、無茶ぶりをしてしまって、やるみたいな感じで、失礼なことを、東京でね、作編曲家として、そしてキーボードプレイヤーとして、活動されてます。荒川徹さんです。イエイ！イエイ！お願いします。今日はピアノを弾いていただくことになりました。イエイ！荒川、本当に無理言ってすいません。はい。踊っていただいても。そう踊りながらピアノ弾いていただくことは。はい。本職はダンス。本職はのりさん、ダンスということで。全然嘘つきですから、はい、特にここ2人はすごい嘘つきなんで、はい、うなずいてらっしゃいましたね、今日はこんなお二方を演奏で、私の一番、大好きな曲、オリジナルソングで、オレンジの月という曲を、やりたいなと思います。これもまた皆さんのあったかいっていう推しがあると、はい、もう自然としたくなる感じがね、多分手が怖がってくると思いますが、お聴きください。Bye.
んどうぞ。ありがとうございました。オフィター高橋克実です。ありがとうございます。ありがとうございました。試験みたいだったでしょう。なんかもう一度あの荒川君に伝えたいな。素晴らしかったです。できるとは聞いてましたけど、本当に、はい、やることはやりますね。さすが。何俺偉そうに言ってんだ。いや私あのディナーショーみたいでした今。なんかあのなんかディナーショー見たことない。見たことないですけど、ディナーショー気分で。